皆様こんにちは。山の常識は世間の非常識。ゆっくり霊夢です。そしてその逆もまたしかり、ゆっくり魔理沙です。今回の動画は2004年に発生した伊吹山遭難事故の概要について紹介していくよ。伊吹山は確か去年山岳紹介の動画を上げていたな。何でも滋賀を代表する名峰で、県のシンボルと言っても過言ではないと言ってたっけ。まあ、実際は琵琶湖にそのお株を奪われているんだけどね。詳しくはこちらの動画で解説しているので、まだ見ていない方はぜひ見てみてください。ひとまず事故の内容を簡単に説明すると、兵庫県在住の当時56歳だった M さんが、夫の O さんと一緒に伊吹山を登山中、急性心筋梗塞を発症して亡くなった事故なんだ。心筋梗塞になると、胸が痛くなったり心臓の働きが悪くなると聞いたことがあるが、山の中でそんな深刻な病気になったら、どうしようもない気がする。後になってわかったことなんだけど、M さんはもともと糖尿病を患っていて、登山によって体調が悪化し、様々な症状が現れたことで、最終的に心筋梗塞になったと言われているよ。病気の発症に至る過程を見ていけば、話の理解が深まりそうだな。ひとまず動画の前半で心筋梗塞に至るまでのあらすじを、後半で発症後の対応について説明していくのでよろしく。了解した。そしたら早速、事故のあらすじから解説していくね。時は遡って2004年7月3日、地元登山クラブに属する O さんは、会の定例ミーティングに参加していた。この時会員の女性2人が、明日から1泊2日で伊吹山に登る計画を立てていて、その話を耳にした O さんは、なんとか参加できないかとお願いしてみたんだ。数日前ならともかく、明日出発ではさすがに厳しい気がする。そんなわけで自分の装備は自分で用意し、別行動を取ることを条件で参加することになってね。ミーティングが終わった夜の11時頃、家に帰宅した O さんは妻の M さんに、明日の計画を話して一緒に行かないかと誘ったんだ。日付をまたぐ時間帯に、なんともいきなりな話だな。なぜそこまでして山に行くのか。なぜ山に行くのか、愚問だね魔理沙。そこに山があるからに決まってるでしょ。登山家にしか理解できない理由だな。まあそれは冗談で、O さんは日頃から妻の健康を気にかけていて、ここ数年で M さんの体重が急激に増加し、若干肥満気味になっていたことから、運動のためにと山歩きにたびたび誘っていたらしいよ。登山みたいな激しい運動だと、減量にも期待できる気がする。登山ダイエットは実を言うとあまり効果がないんだけどね。ひとまずバタバタと準備を済ませて迎えた、翌日の7月4日、O さん夫妻は朝5時に起床後、バスに乗って女性2人組と合流し、伊吹山ドライブウェイで終点の山頂手前まで向かったんだ。車である程度まで行けるから、肥満気味の M さんでも無理せず登れそうだな。伊吹山は登山者に限らず、誰でも登れる手軽さから、毎年20万人以上の人が訪れると言われていてね。かの有名な USJ に匹敵する、関西屈指の名所と言っても過言ではないんだ。USJ は毎年1000万人近く来場してるんだが、もはや足元にも及ばないことはさておき、今回の参考計画を説明していくと、1日目は伊吹山から国見岳方面に伸びる北尾根を往復後、頂上で1泊して、2日目はスキー場方面に下山する予定だったんだ。伊吹山周辺の山々を2日間かけてゆっくり散策するのが、今回の目的だな。バスで揺られること数時間、一行は10時20分に終点に到着、その後山頂付近にテントなどを置いて、ハイキング用の装備に身を包み、北尾根へと向かったんだ。この時女性2人とは別行動だったんだけど、目指す方向がほとんど同じだったこともあって、結局は一緒に行動することになったんだ。同じクラブのメンバーゆえに、お互い無視できなかった気がする。終点から国見岳までは、登りやすい登山道が続く、往復5時間ほどの行程でね。O さんは M さんの荷物も背負っていたんだけど、自分が水をあまり飲まないことから、飲み水は500ミリのペットボトル1本しか持たなかったんだ。時期は7月の初旬で、天気によってはかなり暑くなりそうだが、二人で501本は、さすがに少ない気がする。登山者の体質やルートの条件にもよるけど、登山中は500ミリの水を1時間で飲むのが、一般的な消費スピードと言われていてね。O さんが水を全く飲まなかったとしても、M さんだけで 2.5 リットルは必要だったと思うよ。この圧倒的な水不足は、前日の準備がバタついた結果かもしれないな。まあいざとなったら、女性二人に助けてもらうしかないか。初っ端から不安を抱えながらも、登山はほぼコースタイム通り進んでいき、途中昼食を取りつつ、14時半には国見岳の一つ手前のピーク、大萩山に到着したんだ。ここまでは特に問題なく、順調にことが進んでいる印象だな。と思うじゃん。
登頂した段階で M さんは O さんの持っていた水を全部飲み干してしまってね。女性二人がそのことに気づいて自分たちの水を分け与えたところ、ものすごい勢いでごくごくと飲み始めたんだ。登山開始から4時間ほど経過していて、本来なら2リットルほど消費しているとすれば、この喉の渇きは当然か。この時の M さんは大量に汗をかいていて、服もズボンもびっしょりだったと女性二人は語っていてね、脱水症になりかけていたことが伺えるんだ。日常生活ならともかく、登山みたいな激しい運動では特に注意が必要だな。登山中に汗で大量の水分が失われると、血液がドロドロになって、脳梗塞や心筋梗塞を発症しやすいと言われていてね。中でも肥満や糖尿病を持っている M さんみたいな人は、汗をかきやすい上に尿量も多く、普通の人よりも脱水になりやすいんだ。こうした持病を持っている人は、こまめな水分補給が特に重要ってことか。病気の有無に限った話ではないけどね。ちなみに水分補給は一気に飲むよりも少しずつ時間をかけて飲むのが理想的で、かつて山小屋で冷えたビールやジュースを一気飲みしている人がいたから、このうんちくを語って注意したんだけど、俺の楽しみを邪魔するなと一蹴されたんだ。正論だけでは成り立たない人間社会の複雑さよ。かくいう私もコーラを一気飲みしていたことは置いといて、M さんの様子を見た他のメンバーは、国見だけまでは行かず、大事を取ってきた道を引き返すことにしてね、高山植物をめでながら順調に登り返していったんだけど、夕方4時に差し掛かる頃、M さんが石につまずき、転倒してしまったんだ。登山の折り返しに差し掛かり、疲れが出てしまったのかな。この時 M さんは何も言わず、立ち上がると再び登り始めたんだけど、この時からペースがガクッと落ちたと、女性メンバーの一人が語っているよ。なんとなくだが、M さんの体調が悪くなっている気がする。彼女はもともと、自分のことをほとんど話さない性格だったらしくてね。この日も決して弱音を吐かず、体調について何も言うことなく、じっと黙ってついてきたんだ。自分の弱みを見せないように、一人で問題を抱え込んでいたのかもしれないな。チームで行動する登山では、時としてこの性格が致命的な結果をもたらすことがあってね。ひとまずここから動画の後半、心筋梗塞発症後の対応について見ていくけど、その前に音楽を変えるよ。それではミュージックスタート。ミュージック。転倒から間もなくして、夕方4時を回る頃、急な登りに差し掛かるたびに、M さんはたびたび立ち止まるようになって、ツバメ平を越えたあたりから、足元がおぼつかなくなっていたんだ。このままでは先に進めそうもないから、一旦休憩を取るべきか。一行は休み休み登っていったんだけど、彼女の体調が良くなることはなくてね。ついには立ち上がることもできず、その場に倒れ込んで横になり、お父さん、先に行って水を持ってきて、私はここで待っているから。と、王さんに向かって言ったんだ。ほとんど自己主張しない M さんが、もう歩けないと言ってるんだから、相当体調が悪いことが伺えるぞ。結果的にこれが M さんの口にした最後の言葉になってね。その後さらに体調が悪化して、声をかけても反応せず、次第に意識が遠のいていったんだ。石につまずいてからわずかの間に、ここまで状況が一変するとは。これは先ほど言っていた脱水の他にも、何か原因がある気がする。ふっふっふ、いいところに目をつけたねマリサ。M さんの持病である糖尿病は、脱水により症状が悪化すると言われていて、ひどくなると糖尿病性昏睡と言われる意識障害の状態に陥ることがあるんだ。糖尿を持っている人は、こまめな水分補給が重要になるってことか。病気の有無に限った話ではないけどね。ちなみにこれはあくまで推測の話で、脱水そのものが原因で意識を失ったとも考えられるから、真実は現場で診察してみないとわからないんだ。いずれにせよ糖尿病と脱水はお互いに症状を悪化させてしまうから、糖尿病の人が脱水になると一気に状態が悪くなる気がする。M さんの体調が急変したのは、これが原因だったのかもしれないね。ひとまず話を戻して、時刻は夕方の5時半頃、意識が飛んで深い眠りに入った M さんを見かね、メンバーはついに救助要請をかけることにした。この時携帯が繋がらなかったから、電波の届く場所に行くために、O さんが一人で登山口に向かったんだ。一刻を争う事態なのに、電話すらかけられないとは、山でのアクシデントほど怖いものはないな。予想外の状況でも、女性二人は救援隊が来るまで、冷静に M さんの看護を行っていてね。呼吸ができるように気道確保第一に考え、機材の体制で M さんを休ませていたんだ。寝るときはうつ伏せか仰向けが一般的だと思うが、この姿勢を取らせたのには何か理由がある気がする。一般的に機材は仰向けやうつ伏せよりも楽に呼吸ができると言われていてね。
この姿勢を取ると、横隔膜が下がって肺の膨らむスペースが広がり、呼吸がしやすくなるんだ。安静な状態をキープしたい場合は、この姿勢を取らせておけば間違いなさそうだな。ちなみに横になるよりもこの姿勢の方が楽と感じられる場合、心臓が相当弱っている可能性があるので、一度病院で見てもらうことをお勧めします。二つの姿勢をキープしてみて、実際に確かめてみればわかる気がする。そんなわけでマリサも、ぜひ試しにやってみてよ。顔だけしかないまんじゅうの私に、仰向けも機材もないんだが、呼吸の確保がしやすい機材は、安静時の基本的な姿勢なんだけど、嘔吐がひどい場合は話が別でね。吐いたものを喉に詰まらせないように、即害を取らせるのが一般的なんだ。即害というと、衝動害と似たようなものか。それは即害違いだね。即害は文字通り横になることなんだけど、ちょっとコツがあって、どちら向きでもいいから横向きにして、軌道を確保するために頭を後ろに反らせ、膝を少し曲げて寝かせた姿勢だよ。イラストにするとこんな感じ。呼吸の確保を考えると、ただ横に寝かせるだけではダメなのか、膝を曲げておけば、姿勢が安定して崩れにくそうだな。足を曲げるのは安定性以外に、寝返りを防ぐ目的があってね。意識障害のある人を休ませるのに適した側害は、回復体位と呼ばれることもあるんだ。M さんの場合、嘔吐はなかったが明らかな意識障害があったから、側害を取らせてもよかった気がする。女性二人の的確な看護もあってか、M さんの意識は戻らなかったんだけど、呼吸が途切れることはなくてね、肩を叩いたり、声をかけて励ましつつ、救護隊の到着を待ったんだ。呼吸さえあれば、可能性は十分にある。夕方6時を回った頃、ようやく王さんはドライブウェイ沿いの登山口に到着した。ここでようやく携帯が通じたため、119番に通報したんだ。4時に調子が悪くなってから、実に2時間以上が経過したか。この時救助ヘリの出動が考えられたんだけど、暗すぎて困難と判断され、仕方なく人力で運ぶことになって、救急車が登山口に向かったんだ。時間的な問題でヘリが出動できないとは、なんともタイミングが悪いな。場所にもよるけど、一般的な救助ヘリは数十分で現場に到着すると言われていてね。もう少し早い時間帯だったら、速やかに救助が進んだと思うよ。こればっかりは、運が悪かったとしか言えないな。夕闇が辺りを包み始めた夜の7時15分、救急車が登山口に到着し、救急隊員が登山口を出発。夜8時になって、ようやく M さんの倒れている事故現場に到着したんだ。通報から到着まで2時間、ヘリを使わないとこんなに時間がかかるのか。伊吹山のよく整備された登山道で、登山口に近い場所でもこれだけ時間がかかるから。もし人気のない山奥で遭難したらどうなるかは想像に難くないね。救助隊が到着する前に死神が到着するかもしれないな。演技でもないコメントはさておき、救助隊到着時の M さんは呼吸はしていたけど声かけに反応できない状態が続いていて、体温が低下してひんやりしていたと女性二人は語っているよ。時期は7月の初旬、熱中症で体温が高くなるのはわかるが、体が冷えるというのはいまいちよくわからんな。体温低下の原因の一つに、血液の巡りが悪くなることが考えられていてね。M さんが登山中に心筋梗塞を発症後、心臓の働きが悪くなって血液が回らず、体温低下に結びついたのではないかと、診察した医師は語っているよ。心筋梗塞になった可能性は高そうだが、何か心臓病っぽい症状とかは出なかったのかな。いくら自分のことを話さない性格でも、胸の痛みや息苦しさみたいなものがあれば、周りのメンバーも気づくと思うが、それに関しては調べてもわからなかったよ。ただ M さんの持病である糖尿病は、感覚が通常よりも鈍くなる神経障害が現れることがあってね。痛覚が鈍くなって痛みを感じなかったとすれば、一応説明がつくよ。糖尿病の感覚麻痺で胸の痛みを感じなかったとすれば、心筋梗塞の発見が遅れてしまう気がする。今回の事故原因は心筋梗塞だけど、糖尿病が与えた影響の大きさを考えると、第二の原因と言っても過言ではないと思うよ。表の心筋梗塞と裏の糖尿病、事故の原因は二つの病気が関わっていたってことか。救護隊は M さんを担いで速やかに下山したんだけど、途中で一気に容体が悪化し、呼吸が乱れ始めてね。心肺蘇生を挟みながら下山するも、途中で酸素ボンベがなくなり、酸素吸入ができない状況に陥ったんだ。救助隊が来て一安心かと思ったら、次から次へと問題が発生していく。目まぐるしい状況に振り回されるも、9時45分になんとか登山口に到着。その後救急車で搬送され、10時過ぎに病院にたどり着いたんだけど、この時すでに M さんの心肺は停止していてね、
脳に酸素や血液が行き届いておらず、ほぼ脳死の状態だったと、診察した医師は語っているよ。搬送中に悪化した状態が、酸素不足でさらにひどくなったって感じか。山の中だと病院みたいに、万全の体制で治療できるわけじゃないからね。心肺停止みたいな一刻を争う状態だと、病院に到着する時間が肝になるんだ。救助ヘリが出動していれば、結果は変わったかもしれないな。入院後は集中治療室で治療を受けたんだけど、M さんの意識が戻ることはなくてね。翌7月5日の夜10時30分に、帰らぬ人となったんだ。少し前まで登山を楽しんでいた人が、ものの数時間で意識を失い、わずか1日で亡くなってしまうとは、あまりにも突然すぎる。登山中突如トラブルに巻き込まれ、どうしようもない事態に陥ることは、誰にでも起こりうることでね。今回は心筋梗塞だけど、病気の他にも滑落や転倒など、いろいろなトラブルが考えられるんだ。普段何気なく山に登っている、あなたのすぐ後ろに、死神は迫っているのかもしれませんね。これで今日紹介したいことは大体説明できたかな。それでは今回は、糖尿病の人が登山中に陥りやすい状況とその対策、意識を失った人にどう対処するかをおさらいして、動画を締めたいと思います。糖尿病は脱水になりやすいから、こまめな水分補給が重要で、時として意識障害や感覚の麻痺を引き起こすと言っていたな。意識を失った人は、機材か側害を取らせるが、どちらがいいかはケースバイケースといったところか。この内容を糧にして、明日からの登山に活かしていただければ幸いです。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。当チャンネルでは山に関する様々な動画を上げていますので、よかったらそちらも見ていってください。皆様のコメントを参考に、より良い動画作りをしていきたいので、何か書き込んでいただけると大変助かります。それともし動画を気に入っていただけたら、チャンネル登録・高評価もお願いします。